じゃあやりますか。まず私の方から、今日行われた衆議院選挙制度に関する各党協議会の内容について報告します。で、まあ、これは今まで9回行ってきたものをですね、整理したというのが結論です。で、そこでは一票の格差の是正問題、それから抜本改革、そして定数税制という問題点について各党の意見を改めて整理して、発言をしたということが中心でした。ですから従来通りの問題だったということが基本ですが、ただ座長である、タルトコシの方から今述べた3点にわたってのそれぞれの各党の政党のこの間の発言の若干のメモが配られたと、それに対して改めて各党が述べたということになりました。で、私は改めて言ったんですけども、そこの中に書かれている最大の、欠点といいますか、議論の中身が不足しているのは現行制度に対する評価、これがないというのが問題だという点を改めて指摘しました。それは民主党を除いて現在の小選挙区並立制の弊害が大きいと、とりわけ民意を歪めるという問題については、民主党を除いて全ての党が発言しているという点なども指摘しました。これに対して同じように新党改革の方から小選挙区制度の弊害に対する検討がね、やっぱ必要じゃないかということなんかもありましたし、今後引き続き議論するということが結論でした。それと私の方から2つ目に言っておきたいのは、詳しくは今昨日の衆議院予算委員会における沖縄防衛局長のメールによる宜野湾在住職員に対する公安問題リスト提出問題というのがありました。で、私どもはこの今日の防衛省の朝8時判断会でのペーパーをいただきました。で、詳しくはその問題については後で、赤嶺さんからありますが、私どもの立場としてはやはり真相を、究明する必要があると。で、特に講話で何を喋ったのかということが問題であると同時に、こういうものをリストを作ってですね、やること自体大きな問題だと。で、彼は立候補予定者との話をして選挙って話してますけど、もともと選挙も始まってないわけですね。そういう意味で言うと、何をか言わんやということがあります。従いまして真相究明の立場から真鍋局長を国会において承認喚問をし、集中審議をすべきだというのが私どもの立場です。私の方からは以上です。で、また質問がありましたら赤嶺さんにも答えていただくとにしてあります。何かあれば。今日の閣議会で、はい、自民党の方から一部連用性を導入してもいいのではないかみたいな提案というのがあります。それはね、そうじゃなくって、自民党が言っている、比例部分の第一部分を100、仮にですね、30削るというのがあっちの意見ですから、120と第二次比例30という形で、それは第二次分のところで言うと1党2党以外の3党目から配分をするという従来の考え方ですね。これはそういう意味で言うと一部連用性という意味を持っているということを言えることもないよねというのは従来との主張です。従来とあまり変わってないで、問題はその80削減については、この間私今日改めて言ったんですけども、その各党の代表質問をよく見るとね、重要な問題提起それぞれしてるんですよ。自民党は
180の比例定数を100議席に減らすというのは民主主義の原則に違反すると言わざるを得ないと言ってますし、公明党も民主党の比例区を80削減する案は現行制度の歪みをさらに増幅することになり民意の反映という民主主義の原則に逆行しますとこう言っておられる。で、まあ、私どもはこれで言ってますし、いや社民党だって多様な民意少数の意見を議席に反映するよという話をしてますし、みんなの党だって、この際選挙制度は抜本的に変え投票区割りはどうあれ一人一票の全国集計である比例代表にすべきだと、まあ、こういうことで言ってるわけでね。そういう意味で言いますと問題点というのはそこにある点はねと定数8比例を削減するというのはね民意を歪めるという問題をみんな共通して言ってるわけだから、民意を歪める現在の制度の中でその比例を削ればもっと歪むことになるという点は共通認識だと思います。私どもは何度も言いますように比例制度中心にすべきであるという考え方です。というのはね、要するにね、さまざまな、要するに今の問題は民意を正確に反映するということであって、例えばこういう制度にしたらこちらが有利になるとか少数政党に有利になるとか大政党有利だとかということ自体に問題があるという立場を我々は取っていますから、小選挙区制を基本にした形でそれぞれを組み合わせたとしてもその弊害はなくならないという立場で臨んでいます。議会は今後の進め方はどうするとかする話ですか。続けるということです。毎週水曜日です。来週も水曜日、そうです。こっちの方に言ってもそろそろその協議会の中でその沖縄の防衛局長の話が批判された。いえいえ、それは そこまでは私しておりませんが、あ、それはまた別で、はい、ね、それはやっぱり今日はご本尊が来てますから。いやいや、予算委員会の理事会の話だ。あ、それはまあそうだけど、こういう問題についての今やっぱり一番こうホットな問題について、どう思うかってやつを聞いていただかないと。そっちの方に移しましょう。はい、どうぞ。なんかそれで防衛の問題なんですが、これ集中審議に求めるこういうが出てると思うんですけど、具体的に例えば感染症とかですね、そういったことも。いや、さっき言いましたやんか、私は、はい、やっぱりねこの問題についてはね嘘言っちゃならんわけですよ。でね、ああいう話でねこのなんていうんですからしいみたいな話をしてね、大体ね今までこういうものについての講話っていうのはね文書にして終わってから配るのが普通でしょ。だってああいうとこで賞っていうのはそれ今度だけないなんてことないじゃないですか。だからそれどうしてと、それちゃんとそれから全部テープも取ってんだろうからどうしたらいいんじゃないかということを含めてね詰めなくちゃならないわけで、やっぱりそれは来てもらわなくちゃ参考人なんて生ぬるいこと言わんとやね。やはりこれ5日から選挙始まるんでしょ、その前に決着つけるじゃないかと、物事の事態についてね、それが大事じゃないですか。あとは赤嶺さん。じゃあその参考人調査じゃなくて総理官門です。理事会でも官門を求めた、求めると思います。求めると、は局長の予算委員会での承認官門と予算委員の集中審議、そうです。ですけれども、沖縄の真上局長にへの処分を今防衛省でも検討しているということですが、どういう処分が望ましいというふうに考えているかということと、田中防衛大臣の責任をこれからどういうふうに考えているか、それぞれお願いします。ね、処分とか処分でないとかいう問題が今主要な問題かということですよ。こういうものがどんなふうにやられたのか、そしてどこまでやってるのかと。でね、文書を見てもね、ちょっとおよそこういうことを考えられないじゃないですか。例えばね、この公務員として選挙を行使すべきであり棄権すべきでないことを言ったというわけでしょ。だってその
選挙権を行使できない人いるわけでしょ。だって宜野湾に在住している、家族やいとこ、これはちょっと詳しくね、そういう問題の性格言ってもらったらいいですけど、そういう人たちがいる人呼んでんでしょ。その人選挙権ないんでしょ。でそういう話してるとかね、全く矛盾に満ちてるじゃないですか。ですから処分とか処分でない以前にね、こういう問題の真相をうやむやにしたらならんということがあると。でこの辺はまあ、赤嶺さんから言っていただいていいんですけども、一人ね防衛局長の仕事かということが問われてるわけでしょ。だから今度のそういう問題の性格というのは、全沖縄のそういう意思、それをこう踏みにじってやるためには何やってもいいということの内閣全体としての動きとして見ることができるわけですよね。したがってその意味での責任は免れないというのは当然だと思います。今日予算委員会に出されたペーパーを見て、まあ、昨日質問した立場からの感想ですが、結局ここで認めたのは、昨日私が予算委員会で質問したメールとその中身だけを認めていると。つまり、争いたくない問題については認めて、あとは講話の内容についてはあれこれ弁解をしながらですね、真相を隠すような報告書になっていると。で本当にこれで、本省から沖縄まで行って聞き取り調査をした結果の内容かと、参加者の一人一人がどんな発言をしたかまでですね、私は知りたいところですが、ただなんでそんな選挙を棄権するなよと言ったかというと、宜野湾市民の民意が重要であることっていうのをおっしゃってるわけですね。で宜野湾市民の民意が一般的に重要だという立場で言ったのか、防衛局は6月には埋め立て申請を行うと、で、年内に埋め立て工事も着工したいと、民意に苦しんでるわけですよ。そのために日米合意が実行できないでいると。だから防衛局長は、いや我々の苦しい立場はあるが、そこは公平にやってくれよというはずがないじゃないですか。やっぱり国策をね、沖縄で実行したい立場の防衛省の防衛局のこういう発言というのは、やっぱり民意への介入だというのをはっきりね、そういう立場で私は真相究明、どんな立場でやるべきかということを野田総理にも申し上げたんですが、野田総理は一切そこには触れなかったわけですね。ただ真相を事実を確認してと、私が提起したのは事実だということが分かりましたから、これに沿って次は本当にこの国策を推し進めるために乱暴な発言や乱暴な行動を繰り返してきた沖縄防衛局がこの選挙の時だけ、実に中立、公平に、公正にという立場をやっただろうかという、誰もが持つ当然の疑問ですね、これに全く何も答えて、いないと。でそれは沖縄でも出ていることですが、あの慎重で、有能な管理である、防衛局長が、真鍋防衛局長が一人の判断でやったことではないというのが、もっぱらのですね、やっぱり評価になってきているというのが今重要じゃないかと、もっと真実を出すべきだと思いますね。言われたら言われた分だけ認めるというやり方は姑息ですよね。防衛省の調査によると、宜野湾商船だけじゃなくて、2010年の名護商船か、その名護市議選の時にも、山田さんが講和していたっていう話なんですけれども、それは何か共産党として事実を確認されているのかと、もしそうだとすると、それについても受け止めると思います。私たちも新たな事実として驚いているところですが、ただ、名護市長選挙は
稲嶺さんと島袋前市長との真っ向対決になったんですが、島袋さんの落選後もいろいろな島袋さんの政治的な集会に防衛局長も参加しているというのがありますから、防衛局長の立場、防衛局長が作りたい民意は非常に明らかだと思いますね。そして政府の内閣全体が島袋前市長を官邸に呼んだり防衛省に呼んだり、前原現政調会長に至っては親しく公然と話し合いを持ったり、名護市に来ても現市長には合わないのかと、あなたは卑怯だと稲嶺市長が前原政調会長に向かっていったものもありますから、やっぱり彼らの民意というのは名護市に関して言えば非常にはっきりしたものがあると思います。その点もその関門の中で正しいことになってきますか。まあ、その辺はあんまり広げずにね、それはそれでよく考えて、我々が掴んだ事実とそれから問題点については整理してやりたいと思います。まあね、多くの方々が言っておられるし、やっぱりね、こういうリストを作るということ自体がね、おかしいし、選挙を語るということ自体がね、おかしいし、で、中身がまた僕はひどいと思うんだけどね、もう多分そういうことだと思うし、で、しかも今お話ありましたように、それらが一貫してやられてたんじゃないかっていう疑惑があるということでしょ。でその辺は当然我々としても今言った4つぐらいのことについての仕分けをしてね、聞いていくということになりますわな。それ自治的によってはその例えば自公政権時代の責任も含めて追及していくことになるとか、そういうことが政権交代前から行われたとしたら、まだ中身が全体としてきちんと構えられていませんので、まず我々が中身をつかむことが大事だと思います。やっぱこれが問題なんだから今ね。そのことね、その現物入手してるとか入手してないとかっていうんじゃなくて、普通そういうことやってんじゃないのということを言ったわけで、我々がそのなんていうんですか、どんな札を持ってるかなどとかいう話も含めてね、それは言うべき筋じゃなくて普通の話ですよ。だって法話ってね、皆さん曲の法話って、まあ、10分か20分かありますけど、大体それぞれのとこだって必ず後で起こして配ってるじゃないですか。そういうものだよなと普通はという話をしてるわけですよね。で、我々がそれ持ってるとか持ってないとか言ってるんじゃないんですよ。その普通はそういうことだよなと、そしたら何もないというふうに言えることはないよねという話、出し場しまいだって言ってるんです。よろしいですか。どう。どうも。